私たちはみんな大体置かれている立場が好きじゃないんです。不安の状態、デコボコの道を歩むのも嫌いんです。与えられている毎日の道は嫌いです。そしていつも穴があった時には、罠があった時には、病気、お金の問題、人間関係の難しさにぶつかるとすぐ爆発します。それは私たちの人生はそのまま救いの道であるということを分かっていませんから。これに違って諸罪人と売春は私たちの態度と全く違う態度で、洗礼者ヨハネの悔い改めの洗礼への道を素直に歩みました。与えられているその道を歩みました。彼らは自分の事実を認めた。与えられている救いの道をすぐ分かった。そして打ち砕かれた心を持ってその道を歩みました。私たちも恵みによって罪人であるということをわきまえたら、与えられている道を歩むことになります。キリストは私たちのすでに、私たちが歩むべき改心の道を歩みました。私たちの肉を取ったのは、私たちこの肉を信仰の道を歩ませるためでした。今日もキリストを迎えると、彼と共に私たちの人生を信仰の道として認めます。